お疲れ様でした。お疲れ様です。今年は調子いいですね。小松で急に良くなりました。どうですか、小松で優勝して乗り込んでこられて、このコースの印象はいかがでしたか。風が今日はありましたから、ちょっと難しいかな。で、ピン位置が振られたら、少し難しいと思います。ご自身の今調子から見て鍵になるのはどういうところでしょう。ティーショットフェアウェイに打つことと、ピンの位置の面に打つこと、はい、あの公式戦ということに関しては前さんは特に思いやます、特にございません、はい、4日間というのは久しぶりですね。久しぶりだからね、体力的にどうかな。まあ体調は戻りましたから、うん、なんとか大丈夫だと思います。まあ2試合連続優勝でね、新潟のね、かかっているんですけど、ファンもそれを期待していると思うんですが、まあ優勝争いできたらいいです。争いだけでいいですか。争いまず。小松の時も優勝争いしたいって言って優勝なさいましたけど。はい、そうですね。まあ、そういう感じ、そういう作戦、まあ、結果は別にして、まずはその感じで、はい、わかりました、はい、明日から頑張ってください、はい、ありがとうございました。